いたしますこの際小川淳也君から関連質疑の申し出があります玉木君の持ち時間の範囲内でこれを許します小川淳也君野党新会派の小川淳也です今日は尾辻かな子さんと二人三脚で質疑をさせていただきたいと思います二日目の今日も新会派ではそれぞれ役割分担いたしまして効率的効果的に 政権の姿勢についいいててて正させていただいております私は自らの職責に照らして、NHK 官報の問題、それから年金の再計算を中心とした、全世代型社会保障改革についてお聞きします。でその前にごめんなさい、ちょっと2つ、3つ、小泉大臣、小泉さんが感じているストレスとか、プレッシャーとか、 これ私なんか想像にあまりあります。こん庶民の出ですからね、本当に。まあ、あのお父様のもとにお生まれになって、今、どれほどのストレス、プレッシャーだろうと、想像にあまりはあります。しかしね、ご答弁で、内閣の一員というのは便利な言葉ですが、これは政治家としての輝きは失わしめますからね。河野大臣、見てくださいよ。昔、光り輝いてましたからね。 ね官官房長官それでね、もういろいろ聞きたいことも言いたいこともありますが、ちょっと指摘だけします、明日台風19号来ますよね、明日あさって。これ、犠牲者出ないとは限りませんよ、負傷者も何人出るかわからない、住宅は何個壊れるか、インフラはどの程度攻撃され、平穏な人々の暮らしがどれだけ脅かされるか、地球温暖化問題を担当するということは、そういうことでしょう。これはセクシーでも クールでも、チャーミングでも、何でもやってください。しかしね、説明を求められたときに、それを説明するのは野暮だというのは通らない。あなたは大臣ですからね。グレダさん、人類の絶滅の危機だと言ったんでしょう今日夕方、ノーベル賞の発表なんですよ、平和賞。総理がトランプ大統領を推薦してるから言いにくいですけどね。私はぜひグレダさんに行けばと、本当に心から願っています。 それぐらいの危機なんですよ。閣僚として、しっかり答弁。ご期待をしているがゆえに、お願いしたいと思います。そして、総理にも一つだけ申し上げたいことがある。私、総理は、憲法改正本気だと思ってたんですよ。ついこの間まで。でも、最近はこれ、ひょっとしてポーズじゃないかと。人目を引き、関心を呼び寄せ、政権を扶養させ、求心力を維持するための、ひょっとしたらポーズじゃないかと。今、ちょっと疑心暗鬼です。残り任期2年。 まあそれは四期目あるのかないのか分かりませんが、総理これ、ご優退されたと後,後悔しませんか。これだけ長期政権、そして衆参で三分の二を持った、史上初の総理大臣、そして憲法改正には怨念のような思いを持ちだ。私はね、しかしですよ、この自民党の会見四項目、いいですよ。しかしね、総理が本当に国民に問うべきは、九条に集団的自衛権を書き込むことだ。 存立危機事態を明記することです。それで堂々と国民に当じゃありませんか。それならね、私、野党からも、私も含めて、発議に賛成したいと思う人間がいると思う。もちろん、異例ですがね、賛成した上で徹底的に反対するんですよ。国民投票で破れたらもう本当にその日に正解引退してもいいぐらいと思う。そのぐらいの、これはテーマを、 総理は国民に指一本触れさせずやったんだ。国民主権も、立憲主義も民主主義もあったもんじゃないじゃないですか。ぜひ残り任期、集団的自衛権を明記し、そして存立危機事態を書き込む、これこそが総理が国民に提起すべき憲法改正だと思います。そのことをぜひ指摘をして、これまたぜひ担当のときに議論させてください。 そういう思いを持っている野党の若い人もいるということでぜひお聞きお聞きいただきたいと思いますそれでは郵政官邦問題についてお聞きします今日はお忙しい中それぞれ責任者の方お越しをいただきましたまず官邦のこの不正に関してですがそれぞれいろいろ反省も終わりだと思います去年4月の NHK の放送でこういう現場の声も報じられてるんですね 高齢者に強引に販売せざるを得ない環境が郵便局にはありました。お客様に申し訳ない気持ちが日に日に強くなり退職しました。30代の元郵便局員、そして40代の現役の職員だと思います。以前、地域の人に、以前のようなですね、地域の人に頼りにされる局員に戻してください。この番組を機に、世間の目や金融本部、官ぽ生命の 偉いさんの考えが変わってくれることを大いに期待します。ということが報じられています。これね、官報全体、それから被害者もある、さらに言えば株価低迷してますね、今、日本郵政。この秋の売却予定、そして復興財源含めて、一連の事件の責任は極めて波及が大きいですよ。そこで横山日本郵便社長に率直にお聞きします。 すでに親会社、郵政の長渡社長は、これ、自民党の非公式会合のようですが、逃げ隠れする気持ちは全くない、しかるべき時期に、しかるべき経営責任をきっちり発表すると明言しています。横山社長、端的に聞きます。現場、真面目にやってる人もいるんですよ、そして今回の件で本当に戸惑ってる、そして何より被害者、そして復興財源含めて影響は大きい、自らの身体含めて、その責任の取り方、まずお聞きしていく。 おきます日本郵便代表取締役社長、横山まず最初にです、ね、このたびの漢方問題につきまして、お客様をはじめ、関係の皆様方に大変ご迷惑と それかからご心配ををおおおけいたししててままますすことをまずもってお詫びを申し上げます現場を含めて、大変お客様に対して誠実に真摯に対応をいたしておるところでございますが、私どもといたしましても、ご指摘ございました、NHK 報道等も含めまして、対応につきましては、打ってきたところでございます。 で今やっております再発防止策を含めまして、これをまず徹底させるということで、えー、私どもの経営責任ということを果たしていきたいというふうに考えております。以上でございます。まあやめない、おやめにならないというふうに受け止めましたが、これ関電もそれ持たなくなってますからね。早めに自らの身体含めて、これお偉いさんの考えは変えられないんですよおそらく。お偉いさんを変えるしかない。厳しい指摘ですが。 受け止めていいたただきたいもう時間の関係で往復はしませんが、次に、この結果としてはですよ、極めて重要な報道だった NHK の初回放送、去年の4月、このクローズアップ現代にクレームをつけたのが、おそらくです、死亡したと思われるのが、日本郵政の鈴木副社長。私ども政務官 させていただいた時代に鈴木さんとこ行かれたかな大変お世話になりました本当にもうその時には本当にお世話になりましたそれでただそのこととこれは別なんでね鈴木さんはこれ総務事務次官務めてその前には情報通信政策局,局長放送課長までやってますねこの自らの経歴を傘に来て事実上 NHK に圧力かけたんじゃありませんか鈴木さん 日本郵政代表執行役上級副社長、鈴木康夫君ただいまのご質問でございますが、圧力をかけたという記憶はもう、圧力をかけ,、はい、圧力をかけたという記憶はもうとうございませんで、私どもの 取材えー、放送されたものに続いて、第2回の取材をするという際に、えー、全く事実の適時もなく、まるで電車の中掃除効果だと私は申し上げたことがありますが、極めて刺激的な言葉だけを並べたようなツイッターを出していたので、それを削除してほしいという要請をいたしまし也君全く認識が甘いと思いますよ。 自らの経歴、人脈、あらゆることを傘にきて、それは受け取った方は圧力に感じるでしょう。ちなみに、NHK の石原経営委員長は、就任が2010年の12月11日だと思いますが、ご就任がね、そのときの事務次官なんですよね、鈴木さんは。そうなんですよ。これ、ね、鈴木さん なぜ自信のある抗議なら白昼堂々とやらないんですか、なぜ公明盛大にやらないんだ、上場企業、よくメディアに抗議してるじゃないですか、表で。抗議はしたかった、しかし抗議をしたことは知られたくなかったんでしょう、認識が極めて甘いと思いますよ。私、ね、もうすでにこれ日本郵政の戸社長長社が 一連の NHK の報道は、今となっては全くそのとおりと言ってますからで、一連の抗議をしたことも、社内調査を経ずに抗議したことを深く反省と言ってますから、日本郵政の、あなたの上司が、副社長、ここで、一連の抗議は誤りだった、撤回して謝罪してください。日本郵政代表執行役上級副社長、鈴木康夫君。 お答え申し上げますま最初の方石原委員長が NHK 憲員だったというのは、時間的に見るとそういうことなのかもしれませんが、私は当時は全く記憶にございませんでした。でその次に、えー、長門が記者会見でしゃべった内容について申し上げると、それは2018年の4月に放送された 番組について考えてみると、今、注意が足りなかったということを申し上げたのであって、先ほど私が申し上げたように、第2弾として番組のおまあ視聴者から番組の素材を提供してほしいといった SNS、それを NHK は公式 Twitter と呼んでおりましたが、それに対して、私どもおかしいと申し上げて、こそこそやったわけではなくて、 NHK の担当者がわれわれのところに合わせて取材もしてほしいというので、それができませんと、ああいう刺激的なことを一方的に言うだけで、そんなものに乗るわけにはいきませんということを申し上げ、でその後と、何を言っても全然通じないものですから、7月の11日付だったと思いますが、私どもの社長3名の連名で、NHK 会長に対してレターを送っております。 別に隠れたやってやかでもなくて堂々と送っております、以上でございますだったらその提出した文書、提出してください。まだ公開してないでしょう。自信があるなら公開してくださいね。委員長、要求します。委員長要、員長要求します。委員会、理事会に郵政の NHK に提出した抗議文書、1連、まあ3つぐらいあるんですが、それを委員会に、討議資料として提出するように、委員長のお取り計らいをお願いします。 報告理事の申し上げがございましたら理事会で協議いたします委員長委員長今ですかいやいや理事会で協議してください理事会で協議いたします委員長小川淳也君これね石原県委員長にもお聞きしなきゃいけないんですがなぜこの程度のことで会長厳重注意するんですかこれご存知ない方もいらっしゃると思いますが NHK が釈明に行ったときに、会長名の文書提出を求められるんですよね、日本郵政から。そこで職員は、いや、会長は直接番組制作にはタッチしてませんからという抗弁をするんですよ。当然だと思う。会長が日頃、そんなことやってるわけないし、一定の節度を持って当然ですから。それを、上げ足を取るように鈴木副社長が、言いがかりだ、こんなもんは。 上げ足を取るように抗議してるんですよ、職員の教育がなってないと。そういうことなんですよ、この内容はね。それで石原委員長、ご見識のある方だと思いますが、なぜこんな抗議に屈したんですか。会長への厳重注意なんてただならぬ事態じゃないですか。そして併せて答弁してください。10月の9日去年、日本陰性から書面が届くんですが、そこで初めて知ったんですか。それとも。 どっかで聞いてたんですか日本放送協会経営委員会委員長石原進君お答えいたしますまずあの職員の出現ぐらいで経営委員会として会長を厳重注意にしたのかと ご質問でございますけれども、あの私どもはあの番組の内容の中身に立ち入ることは法律上禁止されております。えー、そういった点でどういうことがあったかというよりも、やはりあの10月同報5日付の文書が郵政から来たときですね。この中にあのガバナンスの問題として、あの現場のチーフプロデューサーが郵政の会社に行って。 えー、経営とそれから番組の制作っていうのは違うんだとで会長には経営はするけれども制作権はないとこういうあの話を現場のチーフプロデューサーがしたこれチーフプロデューサーっていうのは現場の制作の責任者ですから極めて大事な役割を持っているわけでございましてでしたがってあのチーフプロデューサーがそういうことを言うのはやはりこれは NHK の,のガバナンスの問題としてですね 言ってみれば会長の部下、社員に対する教育の面、心がけ、そういった部分が欠けているなと、NHK の非常にこ大事な部下の部分だと思うわけであります、それからもう一つはですね、はい、もう一つはあの、2ヶ月間ですね、2ヶ月間放っておかれたというその文書が、文書の中に書いてあるわけでございまして。その そのそういったあの視聴者に対してまた同優勢に対してですねきちっとしたあの答えをですねしてえそれで納得いただくという努力をちゃんとしているのかどうかということを合わせてまあ調査してみた結果でございます以上です以上ちょっと待ちくださいどうぞ申し訳ございませんもう一つはございましたそれから10月9日の抗議文書を受け取る前に知ってたのかこういうお話はございましたけれどもこれについては 実はあの前の月の十9月の25日ですね、えー、郵政会社の,あの副社長の鈴木様鈴木様があの私どもの大工のあの森下大工のところにいらっしゃいましたであの東京にあの事務所があるんですけれどもでそこであの、まあ、あお話がございましてえー これおそらく申し入れっていいますかね、という感じでお目めになったということでございますが、ガバナンスの問題と、それから答えがないという話についてです、ね、非常にあの不満を言っておいでになられたという話が聞いております委員長小川淳也君。やっぱり鈴木さんが陰でいろいろ動いて、事実上の影響力を行使してるんですよね、それ NHK は屈したんですよ。はねつけられなかったんだ。 まあこれ他党が扱ってることですから、あれですけどね、叱られない範囲で、これ、郵便局の転居届に、NHK の転居届だけセットされてるそうですね、こういうこと一つとっても特別な関係なんですね、両者は。そういうことなんですよ。それでね、経営委員会も今回、会長厳重注意、これ、もみーさんに対するハイヤーの不正利用とか。 以来ですよ過去にこの2つしかないで,で、もみいさんのときはちゃんと公開してる、経営委員会は。これは非公開、議事録不作成です。お互いに水面下でやったんでしょう、身内同士であることをいいことに。これがよくないと言ってるんですよ。表でやってください、表で。お互いに公的責任を負ってるんだから。 総務大臣に最後に聞きます。まあ、これ、また総務委員会でやりましょう、きっちり。総務大臣は早々にこれ、放送法違反じゃないと、つまり、N、経営委員会は本来、個別番組に介入してはいけないんですね。私に言わせれば、これはガバナンスの名を借りた個別番組への介入です。現に続編はこれによって見送られた。見送られたこの1年数か月、おそらく1000件から1500件、新たな被害者出てますからね。 そういうことの責めも負ってんですよ、あんたたちは。大臣、これは事実上、ガバナンスのに名を借りた個別番組への介入で放送法違反でしょう。それからお聞きします、議事録作成すらしてない、経営委員会は確かに非公表とできるという規定は自ら持ってる、しかし不作成の規定はどこ探してもないんですよ、おそらく常態化してるんですね、非公表の名のもとに、議事録を作らない、そもそも作らない。 これ、放送法違反の疑いが濃いんで、大臣、大臣は放送法違反でないと早々におっしゃってますが、ちょっと発言を修正して、NHK と日本郵政にきちんと行政指導していただきたいと思うんですが。総務大臣、高市君まず、NHK 経営委員会が、NHK 会長に対して厳重注意をしたということについてですけれども。 あの毎日新聞だったと思いますが、最初に報じられて、すぐに情報流通行政局長に指示をいたしまして、経営委員会に確認をさせました、まあ、その時点において、会長に対する注意は放送法上、役員の職務の執行の監督を行うとされる経営委員会の権限の範囲内で行われたものであること。 それから個別の放送番組や番組編集について述べたものではないということを聞いております。ですから、現時点において、経営委員が個別の放送番組の編集に介入することを禁じているという。 放送法に反したものではないということを記者会見でも申し上げました。あのそれから議事録ですけれども、NHK 経営委員会の議事録について放送法第41条に基づいて、経営委員会の定めるところにより、作成・公表を行うということになっております。でこのの条というのは NHK の経営の透明性を確保する観点から設けられているものですから、NHK 経営委員会においては適切にこれを説明し、対応していただきたいと思っております小川淳也君。もうこれ、時間ですから、また総務委員会で徹底的にやりましょう、不十分な答弁です。で総理、この間、本会議で安倍政権への連日の報道を見れば、萎縮している報道機関などないと。 ありもしない危機をいたずらに煽る言動だと、質問者を批判しました、これ、総理、ちょっと認識が甘くておられるんではないかと、私は思いますね、この件も、まあ、もちろん、これ、郵政と NHK の問題だと思って、まあ、ちょっとこう高みから聞かれてるんでしょうけれども、一連、この間の報道機関の萎縮とか、政権、あるいは権力者に対する配慮、 これは色濃く背景には反映してるんじゃないですか、私はそういうふうに受け止めています、でもこれ、事実として、事実として、国際的なジャーナリストの民間団体は、かつて、まあ、民主党政権のとき、日本の報道の自由度は10位前後だった、世界で。今、70位ぐらいまで落ちてますからね。そういういことも含めて ありもしない危機をいたずらに煽る言動というのは、総理のご認識としては、甚はだ不十分だということをちょっと指摘して、いや、ごめんなさい、答弁結構です。いやいや、お互いのために、はい。それで、総務委員会でとにかくやりましょう、これはね、徹底的に。で、もうちょっと残り半分の時間は、どうしても年金問題を聞きしなきゃいけないので、まずこの年金問題、一つ目の問題は、総理が参議院選挙前に、 国民に示すべき財政再計算を示さなかったことです。選挙に配慮したと私たちは受け止めています。問題の第二は、選挙後に示した数値であるにもかかわらず、極めて大甘だということです。問題の第三は、この大甘の想定ですら、老後の暮らしは極めて厳しい。 そしてそれは政府は率直に認めようとしていないと私は感じています。お聞きします。現在、実質で35万円なんだそうですね、現役世代の収入が。これが今回の財政検証によると、30年後47万円になるんだそうです。だから総理は、これとの対比で、 年金額は減りませんから安心してくれとおっしゃってる、で実質賃金が30年後いくらだと言われても私、わからないんで、これは総理でも厚生労働大臣でも結構です、実質賃金が30年後47万円ということは、名目で30年後の若い人は一体1万円札何枚受け取るんですか、名目賃金は30年後いくらになるんですか。 厚生労働大臣加藤勝信君、まああの今回の財政検証では実質で議論させていただいておりますので、今おご指摘の名目でのですね数字は出していないっていうか算算出していないということであります。委員長、それは嘘ですよ。ちょ,ちょっとお待ちください。委員長、小川淳也君、それは嘘だ。実質賃金は。 名目賃金に81.4%かけてるはずですよ。まあね、ここで押し問答してもあれなんで、私から言いましょう。ちょっとパネルお願いします。これ、国民の皆様にも分かりにくいんで、本当にどう分かりやすくお伝えすればと思ったんですが、とにかくね、政府が公開しているのは、今年2019年、真ん中ですがね、現役世代の手取り収入35万円が、 30年後47万円になるということは公表してるんです。でもこれはあくまで実質なので、名目でいうと、これ、注意推計です、政府がよく言う注意推計、毎年賃金が1%伸びる、物価が1%伸びる、合計で2%伸びる、それを30年繰り返すとどうなるか。 点線で書きましたが、現在、額面で43万円の現役世代の収入は30年後、83万円になるんだそうですね。それで初めて手取りの実質は47万円になるんですよ。これ、とても想定しづらいでしょ、うこれ。例えば、もうちょっと実感していくために、30年前、これ、泉議員が本会議で質問しました、30年前、1990年、左側です。 現役の収入が29万円だった当時、それでもし毎年2%伸び続けたとすると、今年の月給は平均で、まあ、ボーナス込みだ、収入は56万円になってなきゃいけない。しかし、現実には43万円、これぐらい注意推計ですら無謀な想定を置いているということです。 そしてこの無謀な想定が実現すれば、額面の年金額は減らないと総理はおっしゃってるわけです。ですから想定が大雨、でもう一つ指摘します、この紙で。一番右側に、現役世代の収入との対比でいうと、今の2019年が厚生年金で60%、61%。 国民年金で18%と書いてありますね。これが30年後には50、50%、国民年金は13%、現役時の収入との対比でですよ。そうすると、今の価値でイメージをすると、30年後の年金は、これ、賃金で割り戻すという専門的な言い方をするようなんですが、実際の価値は18万円ということです。 国民年金は4万円ということです。反論があったら後で言ってください。もう一つ言います。二枚目の資料をお願いします。実は総理が盛んに年金が減らないと言っているのはあくまで、その年新規に年金をもらう人なんですよ。新規採定者という、そうなんですがね。新規にもらう人は、だいたい毎年100万人とか150万人なんです。ところが年金受給者の総体は、 3500万人ですから、実に95%はすでにもらってる人ということなんですよ。わずか5%のその年、新規にもらう人だけ取り上げて減らないと言ってる、なぜか、新規の人だけ賃金の上昇に伴って年金額が上がるからなんです。一旦そこで発射代が決まると、もらう金額が決まると、あとは物価スライドなんです。そうすするとです2枚目の資料ですが 例えば今年65歳の方、25年後に90歳になります。賃金が上がっても年金は上がりませんので、物価が上がる分から、いわゆるマクロスライドで調整率が抑止され、減らされ、25年後の年金は19万円になります、形式上。ところがこれは現役世代との対比でいうと、下の数字41、41%ですから。 これを今の価値でイメージをしていただくと、厚生年金は14万円になるということです。30年後。国民年金に至ってはなんと3万9000円ってことです。それでね、もう一つ言わなきゃいけないんです残念ながら。これ、あくまでモデルケースなんです。満額もらってる人の話っていうことなんですよ。で実際、世の中には満額もらってる人、そうはいません。厚生年金22万円に対して、実際の平均は20万円と言われてる。 国民年金は6万円に対して5万円と言われている。ということは、この14万3万から、つまり厚生年金14万、国民年金3万から、さらに2割引いて、初めてほとんどの人の30年後の年金額ということになります。加藤大臣、認めてください。注意推計ですら、30年後のほとんどの人の年金は、厚生年金で13万、国民年金で3万、今の大体いい半分と。 いいいう理解でいいですね厚生労働大臣、加藤勝信君あのいくつかご指摘いただいたんで、ちょっと簡潔にさせていただきますけれども、まずあの、1990年度から2019年度のこう伸ばすときに、確か2ントとおっしゃったのは、今回の一種、えー、経済前提を置いてるわけですから。 今回の経済推計はこれから先のことを見ているわけですから、これを過去に運用されてもですね、これは趣旨が違うんではないかということをまず申し上げたいとい,い,いうことを申し上げますし、この間にはいろんな時代がありました。バブルの崩壊もありましたし、20年、30年のデフレもありました。そこは一緒に議論できないんではないか。そ,それから2点目として、ここでいう学面ですけれども、この学面は、この43.9のところですけれども、これはいわゆる税金。 保険料、社会保険料、これが入ってるわけです。ですで右側の額面はです、ね、それとあと名目で増えてる、これ両方入ってしまってるということを、そ,そ,そこはまずあり、りんいやいや、そういうことだということであります。それから3点目はです、ね、今おっしゃった、えー、賃金で割り戻すとおっしゃるけれども、年金というのはやっぱりその時点でどういう生活ができるかということを示すという意味においては、物価で、 調整することの方がですが、これは意味があるんではないかと、それをいたずらに賃金に落とし込んでやっても、これ、なかなかむしろ一般の感覚とはずいぶんかけ離れるんではないかと。いう,とうそれから四点目、2ページ目でありますけれども、確かに。 2019から2044と書いてあるところ、ここの数字は、私ども財政検証でお示しをして、結果的にこれはマクロ経済スライドと、それから記載点になると、賃金で多くて物価がによってですね調整されると、まあ、そういう結果において、こうなっているのは事実でありますけれども、それをまた右側に落とし込むというのは、先ほどとおっしゃるので省きますけれども、あくまでも生活実態は物価でデフレートするというか、調整してみるのが。 これは一般的な常識に合うんではないかというふうに思います小川淳也君。まさに物価の名を借りて、実態をはぐらかしてるんですよ、この議論はね、結構深い議論でしてね、30年後も米、味噌醤油は例えば、同じ値段、同じ負担で買えますよということは言ってるんですよ。だけどね、例えば30年前に買えた例えば扇風機。 30年後にほぼ同じ値段、同じ負担で買えますよと言われても、30年後の暮らしにはエアコンが一般化してるでしょ、違う。30年前の黒電話を、30年後も同じ値段、同じ負担で買えますよと言われても、使わないその後、携帯が現れ、スマホが現れてるでしょ、つまり国民所得が伸びることと合わせて、生活水準が上がるんですよ。 だから単純に購買力で見て大丈夫ですという議論では不十分なの。だから、例えば生活保護もそうでしょ、物価スライドしてないでしょ、一定の所得水準の消費動態をちゃんと調べてますよね、だから年金は所得代替率、いわゆる現役収入との対比を極めて重要視してきたんですよ。だから現役収入との対比という、この生活水準。 からなる実質価値から言えば、当然30年後の年金水準は半分になるんですよ、それを認めるところから議論をスタートしなきゃいけない。しかもね、ごめんなさい、もうちょっと、もう一枚、今見ていただいた推計は、あくまでこれ、注意推計でしてね、最後、もう一枚ちょっとご覧いただきたいんですが、これ、注意推計っていうのは上から3つ目なんですよ、物価の上昇が年率1%、1.2%。 賃金の上昇が1.1、合計2.3っていうことなんですね。ところがね、過去30年見ると、ケース最悪より悪いんですよ。これ、ケース最悪って早々に積立金が枯渇するケースですからね。で、総理は今回議でそれもおっしゃいましたね、今も席でおっしゃってますが、過去30年より未来は明るいんだとよくおっしゃる。しかしね 安倍政権のこの6年、7年見てください。消費税上げて物価の上昇は0.9ですからね。消費税上げてなければ0.5、最悪のケース以下なんですよ、同等なんです。賃金に至っては、最悪のケースよりはるかに悪い。したがって、このマイナス0.6ですよ、したがって、この大甘な注意推計で議論しても意味がないし。 実際にはこの最悪のケースよりさらに悪い可能性がある。それを認めないと、全く国民に対して不誠実だと思いますよ。それでね、もうごめんなさい、もう質問ばっかりになるな。そういう中で、今議論されている全世代型社会保障改革、その中で、在職老齢年金を見直すのかどうかなんですよ。 在職老齢年金っていうと、なんかもらえる気がするでしょう、これも言葉のトリック。就業している高齢者の年金を減らす仕組みをやめるということなんです。月の収入が48万円を超えると、年金と合わせて、1万円増えるごとに5000円年金を減らしてるんですね。厚生年金は約10万円ですから、68万円で支給停止になる。これを今、骨太方針では総理、 高齢者への就労意欲を阻害しない観点から、将来的な制度の廃止も展望しつつ、速やかに制度の見直しを行うと書いてある総理、こんなに先ほど申し上げた厳しい年金環境で、本当にこの在職老齢年金、廃止すんですか、見直すんですか、総理に聞いてます、議長ですから、議長に聞いてます厚生労働大臣、加藤勝信君。 あのさっきの物価の話ですけれども、結果的に総合物価で見てるわけで、なんか米の価格だけで、これ、我々デフレートしてるわけではありません。例えば、かつてのパソコンが同じ、今のパソコンと能力も違ってるし、値段もずいぶん変わってきてる、それを含んだ意味での物価というものを申し上げているというのは一つでありますま。前提については、ちょっとまたどこかでしっかり議論させていただきたいと思いますが、これ、ただ、あくまでもいろいろなケースを見る中で、100年後どうなるかっていう見通しを示すということで、専門家、特に金融の専門家、 の方々からご議論いただいて、前提を設定したという経緯が一つあります。それから、在職老齢年金ですけれども、確かに今の状況、確か次のスライドで、確かあの状況を書いたと思うんですけれども、逆に本来、働かなければもらえるものが働いているが故にもらえない、しかし、その働いていると言っても、例えば雇用契約があれば、もちろん対象になりますけれども、顧問契約とか委託契約とか、あるいは不動産収入とか、金融収入があっても、 これは全然減額されないっていう実態、それから一定限度を超えると50、50%取られるんです。一番高い所得税率の限界税率だって、50%いってないという状況がある、さらにもう一つ、私たちは65から先に働くために、やはり一番いいのは、私は定年制を廃止したり、延長していただくということだと思います。そういうことをすると、必ずこれに引っかかってきてしまう、まあ、その辺をどう考えるのかということも含めて、ただ議員おっしゃるように、当然これをやれば、 必要な金額、奨学が出てきますから、それをどうするのか、あるいは一方で確かにご指摘のような、より高所得、まあ、フルタイムで働く人は恵まれてるじゃないかという議論も確かにあります、まあ、その辺を含めて、これはこれからしっかり議論させていただきたい小川淳也君。今のお話はね、本当に支給開始年齢そのものを動かすんなら筋が通ってんですよしかし働く、働きながら年金をもらえる。 年金をもらっていることが働き方を阻害するのか、これ、厚生労働省も内閣府もほとんど影響ないっていう試算出してますからね、これまた厚生労働委員会でやりましょう。繰り下げについて、うん、在職老齢年金なんですがね、これ、極端に言うと廃止すると、総理も9月21日ですか、65歳をお迎えになられた、年金支給始まりますよね。 しかし、麻生大臣も含めて、皆さん、今日閣僚の中にも65歳以上の方、7名いらっしゃるようなんですが、皆さん、厚生年金に入っていても、国会議員の収入がありますから、厚生年金支給されてないはずです。これ、皆さんに対しても、厚生年金を全額支給するってことになりますよ、しかも最後の、その財源なんですがね、年間、もし廃止したら4000億ですよ。 で報道で言われているように、ちょっと規制を緩和した程度でも2000億。でこれ、こういうことなんですよ。実際にこの収入があるから年金を減らされている人は、高齢者の中で1%ちょっとしかいません、100人に1人で。その人に月10万円、例えば廃止した場合、本来支給されるはずの年金を支給するということです。年額で100万円。で、そのために、残り99人。 から1万円ずつ年金を減らすということなんですよ。こんな高額収入者優遇政策、この厳しい年金財政状況の中で、本当にやるんですか、とても理解できませんが、総理、議長として答えてください。議長として答えてください総理。内閣総理大臣、安倍晋三君あの、今のご質問に答える前にです、ね、一番冒頭言われた点で少し修正させていただきたいと思うんですが、選挙の前にですね、 年金検証をですね、財政検証をわれわれ、雇用しなかったのは別にこれ、我々わ有利になるためでは全くなくて、事実ですね、所得代替率はこれは悪化しているのではないかと、こう言われていたわけでありますし、悪化しているのではないかと、討論でもそう言われていたわけでありますが、これ、財政検証の結果ですね。 50.6%に対して 50.、50.8%と改善したところでありまして、われとしてはむしろ改善したところをですね早く示していただきたかったなと、こう思う次第でございます。また大雨ではないかと、こう言われていますが、大雨ではありません。例えば TFP の上昇率は前回ケースの AE についていってもですね。 これ比べて比べて見ればですね、1.8から1.0のやつが1.3から0.9とまあ厳しめで見ています。で年金賃金上昇率もですね、2.3から1.3パーセントのやつを1.6から1.1パーセント。まあこれはあの経済成長と労働参加が進むケースでそれぞれ見ております。また経済成長と労働参加が 一定程度進む、進まないという、そういうケースで見ても、むしろ控えめな、控えめな前提を置いているということでございますから、今、事実を申し上げているところでございます。そこで,で、在職老齢年金について、今お尋ねがございましたが、在職老齢年金制度については、人生100年時代を見据えて、高齢者の就労意欲を阻害しない観点からの、 見直しが必要と考えており、厚生年金の適用拡大の効果など、年金制度全体の改革の中で、ご指摘の年金財政の問題にも留意しつつです、ね、今、ご指摘になったようなこの4000億円の財源が必要と、こういうことでございますが、年金財政の問題にも留意しつつ、検討を進めていく考えでございます。委員長 小川淳也君や,やるんですね、検討してやるんじゃないですか、これ年内、年末に、特管工事で。これ、厚生労働省の年金部会で議論された資料ですがね、山田先生の社会政策学会での報告を資料として出してますよね、その中では、65歳から69歳では、 この在職老齢年金、つまり年金がカットされていることで、就業抑制効果を確認できないと明記してるんですよ。それから内閣府が昨年の7月に出した、これは統括官の報告書ですけれども、65歳を超えると、64歳以下とは金額が違うんですよね、制度が違うんですよ、より高めに設定されてある。 だから、年金停止の対象となる場合は限られており、この制度がなかったと仮定した場合の就業確率と、現行制度の確率の差は小さいと結論づけてるんです。つまり、ほとんど関係ないんですよ。だただただこれは、中高所得者層、しかも老後ですからね、現役世代よりはるかに上回る収入のある高,校高齢者です。 に年金を増額し、そしてその付けを、もう今、低年金、無年金の方たくさんいらっしゃいますよ、65歳以上の生活保護も3倍に増えてる、この30年で、ほかの世代は変わってないのに、この傷んだ基礎年金の中で、そういう状況の中で、この高額所得者をさらに優遇する、在職の老齢年金の見直し、これはぜひやめるべきではありませんか。 厚生労働大臣、加藤勝信君あの先ほどこ、のこのスライドをお出しになられたと思うんですけど、うん、これ、ある意味ではこの分だけへこまして、ほかの方の部分を上げてるっていうのは、この在職労働鏡の実態だということをまず一点申し上げたいと思います。それから、確かに山田さんの今、挙げられたですねあの分析はそのとおりである、これ、認識しております。ただ、私どもは厚労省で,ですね年金制度に関する総合調査というのを2019年にやりましたけれども、 まあそこでは、60歳代の第2号保険者のみを見ると、2号ですか働いている人ですね、年金額が減らないように収入が一定の額に収まるよう、就業時間を調整しながら働くと回答した人が、65から69歳でも約4割占めているという実態があるということと、それから先ほどちょっと申し上げましたけれども、これから65歳以上の就労を伸ばしていく、やはり一番いいのは、正規で。 これまでと同じように伸ばす、まさに定年制の延長とか廃止ということになってきますよね、そうすると、今申し上げたように、これは就労所得、働いた所得だけで調整される、不動産所得とか金融、金融所得とか、これは調整されていない、まあ、こういう問題もあるわけでありまして、まあ、その辺を含めて、しっかり議論していく必要があると思いますそれは論理のすり替えでしょう、それは総合課税とかまさにやらなきゃいけないですけどね、働いている人に関して、 現役世代も今困ってますよ、それは比較的。現役世代より収入の多い方々ですよ、その方々に年10万円、年間100万円年金を載せ、そしてそれ以外の低年金者、残りの99%から、一様に年金を減額する、これは社会的に極めて不公平でしょう。そういう指摘、報道各社の論説にもありますよ。 高学者を優遇し、そして中低所得者にそのしわ寄せを回すような年金改革。これはぜひやめてください。具体的に厚生労働委員会でまた議論したいと思いますが、全世代型社会保障改革会議、まあ、看板は随分大きいですが、総理。まだ次の会議も、内容も何も決まってないんだそうですね。そして年内に中間取りまとめ、なんて言ってるそうですね。 極めて乱暴な特管工事やるんじゃありませんか、これ。この高齢者、高収入者優遇は、私たちとしてはまかりならんと思ってます。しっかりこれ、厚生労働委員会含めて議論をさせていただくことを申し上げて、ひとまずこの質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました 後藤雄一君から関連質疑の申し出があります玉城君の持ち時間の範囲内でこれを許します委員<上>後藤雄一君立憲民主国民社保無所属フォーラムの後藤雄一でございますこの共同会派ワンチームでやってまいりますまず今日の質疑いろいろな盛り上がりがありましたが少し振り返りたいと思いますけれどもまず午前中最後にですね岡本委員が指摘した 水産庁の取締り船と北朝鮮と見られる漁船との衝突の動画について、えー、先ほど総理からです、ねえー、この動画についてはまあ公開、公表する方針だという答弁がありました。